あなたはいます。で、前に。Make sure you're actually looking down. It's like you're actually looking over the cliff. この崖の向こう側を覗いて下を見てる。それから後ろ行くときに目線を上げるということで、目線を落としてください。崖の下に。Right. Right. 以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、今、見えます。Clear about it and sharp and specific. This is where I was. ここにいたっけ？That's it. But really, the main note is you're all too good at acting, too good at singing, way too good looking. The audience actually understands. You're the ace of the day. I know. Thank you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 . Thですね、ミュージカルでこの100分間全員がずっと出てるというミュージカルが本当になくてですね、お稽古も朝から晩までずっと私たちここにいて、あっちに帰ることがなく本当にクタクタになってお稽古しているんですけれども、この人と人が支え合うというお話を作りながら、このカンパニーも本当に支え合って作っていて、この支え合わないとできない作りになってるらしいんですよ、このミュージカルが。だからさすがだなぁと、この作られる方がそうやって作ったのも、こうやって絆が生まれてそれをお届けできるんだなと思いますので、一生懸命頑張って初日にはお客様に楽しんでいただけるように頑張ります。よろしくお願いします。見ての通り僕以外は非常に面倒くさいメンバーが結構大変なことになるかなと思ったんですけど、本当にあの嘘偽りなく和気あいあいやってて、まあ、それには誰がすごく寛容に僕らに対応してくれて、性格的にもすごく僕らとフィットしてゆっくりたっぷり稽古をやってるのもいいし、そういう中でジェーンが、まあ、できない、結構ポンコツが多いんですけど、そのできないうちらに対してしびれを切らさずにいっぱい教えてくれて、この2人のおかげでここまで来れたのかなと思ってます。さっきダニーが言ったんですけど、辛い状況の中でどれだけ人に愛を注げるか、人に優しくできるかっていうのが多分テーマなんで、今多分チラも今どんどん辛い状況になっている中で喧嘩せずに、皆様本日ありがとうございます。本当にこのは今までのカンパニーだと大体もう年長組になっていて、大体年齢的にも一番上のこととかが決めたもあるんですが、今回は本当にこの私でさえちょっと中堅ところでこの素敵な可愛いポンポンズの可愛い愛すべき可愛いたち、おいおい浜田すごくわきあげとしたメンバーで楽しくやらさせていただいております。先ほど踊りを少々間違えたものでございます。それを上手に編集してください。よろしくお願いいたします。見に来てください。このメンバーで多分、これ全員が揃ってのカンフランウェイは今回だけかもしれないと、皆さん忙しいので私はちょっと引退をかけてこの膝をしまえても頑張ってます。皆さん今日はどうもようこそいらっしゃいました。もう正直今ウェルカムトゥザロックとスクリーチの2曲でもうかなり疲れました。いやでも本当に見られるってすごいねんなと思って、こうやって皆さんが来ていただいたおかげでものすごい気合い入りまして、はい、やっぱなんか役者の本能っていうんですかね、昨日までスクリーチ僕1行しか歌えなかったのに今日全部歌いました。はい、今日のエネルギーを全部出し尽くしました。皆さんあとはうまいこと編集して宣伝の方よろしくお願いいたします。はい、こんな濃いメンバーなんですけれども、もはや合宿みたいな稽古場になっております。ものすごく楽しんでるのさ、みんなもなんか恥をかきながらお互いなんか本当に常に笑い合って、何ですかね、全くお互いの間違いを叱るではなく、なんかそれをすごい楽しみながらみんなでなんかこの作り上げている稽古場がすごい好きです。ぜひぜひ皆様も客席から応援しに来てください。私たち頑張るんでよろしくお願いいたします。田代マリオです。初日まで4週間切ったあたりで
通し稽古やったんですよね。あんまり他の作品でこういうことってなくて、4週間前にもう通し稽古ができる、ね、なかなかないので、あ、ここから初日に向けて何回一体通しができるんだろう。でそこでどん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 ブラッシュアップをして、稽古場に本当プレビューみたいな、ことをして、万全の体制で初日を迎えたいなと、思っております。ぜひ劇場で、お会いしましょう。あ、加藤和樹です。今日はありがとうございます。そうですね、本当にこう多分再演は難しいキャストが本当に集まっていて、はい、もう皆さん本当に活躍されているばかりの中で、この一員として、この作品に携われることを本当に、光栄に思っております。はい、ありがとうございます。本日ありがとうございます。このカンパニーでやれることが本当に毎日笑いが絶えませんで、こんなに仲良くやらせていただいていることを光栄に思っております。そしてスタバイのみんなもそれに付随してというか、みんなで作っているっていう感覚があるので、お客様にそれが伝わればいいなと思っております。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。つい先日すべてのシーンの動きがついて、私としては安心もしましたけど、ようやくスタートラインに立ったなっていう気持ちでもいます。一日一日お稽古を皆さんと一緒に重ねていくうちに、私はこの作品への愛や理解がどんどん深まっていっていて、早く皆様にお届けしたいなという気持ちもあります。これからも頑張りますのでよろしくお願いします。石川善です。本当にですね、私歴史に残るミュージカルなんてことをしょっちゅう宣伝させていただいてるんですけど、ご覧になったお客様にとっても歴史に残るミュージカルかもしれませんけど、多分やってる私たちにとっても歴史に残るミュージカルなんですよ。それぐらいみんなで今一致団結して大変なことをやらせていただいてますので、ね、よろしくお願いします。静かにアラン・ケイです。本日はお忙しい中お越しくださりありがとうございます。ご覧いただいたように本当にとても楽しい稽古場で、毎日毎日ひいひい言いながらも笑いの絶えないそんな現場でございます。今聞いたらあと3週間結構長いなと思ってるんですけれども、聞いたあっという間に過ぎていって、みんなこれからどん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 良くなるんだろうなと思って、こんな短いご挨拶で終わります。僕たちみんなの気合を皆様にお届けしたいと思います。長女じゃないというところを皆様にお届けしたいと思います。みんなの気合をここであなた方にお届けします。